これは綺麗でしたね。よかったと思います。とっても、ご覧のように日の丸です。そして場内のお客様ににこやかに笑顔を振りまきました山崎選手。オリンピックまで長かったですから、もう終わったというだけで感激して、まあ、いろんな方に応援していただきましたし、なんとか8内に食い込めたっていうことでも皆さんに恩返しができたなと思いますし、